ご来賓のの皆様、こんにちはルーマニア出身のリビア・出身リビスクンピエール,ルという名前はもうすでにお聞きしている方もいらっしゃると思いますが去年のスピーチコンテストに参加したミハイスクンピエールの妹です。<laughs> ここに名前が書いてあります。<laughs> えー、私は現在ドイツ・ミュンヘンにあるベンス・アウトモーティブで、えー、ド,イドイツのお客さん向けに営業の仕事をしています。 本日は、日本企業における女性の役割というテーマを選びました。私も、日本の企業で働く女性の立場からお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、日本のような先進国で60%以上の女性は、結婚し、子供ができると会社を辞めることを皆さんはご存知でしたか 信じがたいことではありますがそれは事実です私も日本で大学を卒業後製造業の会社に就職をしました当時私と同時に入社した女性同僚は14名いましたが7年経った今ではその女性同僚の中で仕事を続けているのは私一人になってしまいました 他の女性の同僚は3年から5年以内に結婚をし、子供ができて会社を辞めてしまいました。日本のような少子化・高齢化社会でこのような状況が続いてしまうと国、国の経済にとってもマイナス面であり、また他の国にどんどん追い抜かされてしまうと私は考えます。日本ももっと女性フレンドリーな 社会制度に取り組み、古い習慣を現、現代には合わない習慣をどんどん変えていかなければいけないと思います。さて、大多数の女性が仕事を辞めてしまう理由を見てみましょう。女性が企業などで活躍しにくい主な理由として私は、私が考えるのは次の点です。実態として、日本のの多くの企業は、 まだ古い習慣やメンタリティーを持っており、女性が活躍しにくい状況にあります。まず、仕事と子育,てを料理子育てが両立できる環境が整っていない。仕事時間のフレキシビリティがない。日本の会社では休暇が取りにくいため、子どもや家族と一緒に過ごす時間がとても少ない。この業業界界は男性業界だ といだに考える会社も多い女性はフレキシビリティがないというふうに考えられ最初から女性を雇わない会社もまだある日本の会社ではセクハラという言葉がまだ聞かれます女性は派遣社員として雇われることが多いため給料の面やキャリアを伸ばす面で不利になるそして最後の点として 家庭内では子育てや家事はいまだに女性だけの役割として思われており、旦那のサポートが少ない。理由は他にもたくさんあると思いますが、このような状況から女性は子供ができると会社を辞めてしまうケースが多いです。私は6年前にミュンヘンに移ってからも、いくつかの日本の企業で仕事をしました。 日本での仕事経験しかなかった私にとっては、ドイツに来てとても驚いたことがあります。私が仕事した日本企業のほとんどでは、従業員の約半数は子ども持ちの女性なのです。その上、もっと驚いたのは、経営層にいる女性の数が少なくないということでした。日本で仕事をしていた際には見たことのない環境でした。 なぜドイツのの日本企業では女性が活躍ししやすいいかという,ふうに考えました。実はドイツでも30年ほど前までは現在の日本と同じで女性の主な役割は子育て,家事家子育てや家事でした男性がお金を稼ぎ女性は家で子供のお世話というのが一般的ではありましたが現在のドイツではもう考えられない状況です。 男性の稼ぎだけでは、えー、家庭にとっても苦しくまた国の経済にとっても良くないことから女性もフレキシビリティを持って仕事ができる環境づくりが始まりました今では女性を推進する動きが企業だけではなく社会のさまざまなところで起きています働く女性をサポートするためにドイツでは新しい 制度が施行されましたそれは子どもができた3年以内には同じ仕事ポジションに戻れることが保障されますそして1年間育児休暇でお休みを取る間は給料の約70%を国が保障してくれますその上安心して仕事に戻れるためには子どもの保育園も保障されるのです そのため、ドイツでは50%以上の女性は子どもができた1年後には会社に復帰し、キャリアを続けます。また、仕事を再開してもフレキシブルな勤務時間で仕事ができるため、お母さんとしての役割も果たせるのです。ドイツでは男性が女性の代わりに育児休暇を取ることも少なくはありません。こちらももちろん 法律上、認められています。このように選択肢が与え,られること与えられることで女性の機会が広がります。そしてフレキシビリティがあることによって私が住んでいるミュンヘンは2年前からベビーブームが起こっています。日本もドイツのように仕事と子育ての両立をもっと支援する。 制度が必要であると私は強く思います日本の安倍総理大臣も去年行われた女性が輝く社会に向けた国際シンポジウムでこのような動きをサポートすると強く述べましたこのような動きは国レベルだけではなく各企業がもっとオープンマインドになり女性の活躍をサポートする必要があると私は思います 女性は家庭で良いお母さんになれるだけではなく、企業に,企業にも女性ならではの視点を取り組む,取り組むことによって、新たな付加価値を会社だけでなく、社会に提供できると私は強く思います。以上ごご清聴ありがとうございました 実はミュヘンからお越しいただいたということでありがとうございました。えー、日本で大学を卒業されたということですが、はい。それ以前にも日本に住んでいらっしゃったんですか。はい、5歳の時から日本に住んでいます。じゃ結構長く日本語をえ、えっと合計で13年間日本に住んでいました。えっとまあ住んでいてもですね、私もこの国にも。 十何年いるんですけどもなかなか英語が、イビヤさんみたいに上手に日本語でしゃべるようになれないんですが、す長く住んでてもなかなかその国の言語を取得できないと思うんですが、どうやったら、どうやったらそのように日本語を上手に取得できたんだと思いますか <laughs> やはり子どもはあの勉強せずに遊んで学べるので、それが私の強みだったと思います。 あとは特にお勉強とかかはされなかったんですか特にしてないのですが私の親,は親の考えは一般の日本の小学校にインターナショナルスクールではなく一般の日本の小学校に行くことによって、まあ、日本の読み書きもすぐにまあ学べるということで私が行った学校は一般の日本の小学校でした。あのちょっと 子どもの時からいらっしゃるということで、はい、あの身につき方がやっぱり違うのかと思うんですが、はい、ここにもたくさん日本語を学んでいらっしゃる大学生の皆さんがいらっしゃると思うんですが、はい、どうやったらあの大学生から学んで身につくのかなっていう一つ何かいいヒントなどありましたら教えていただけますか、はい、やはりもちろん機会があれば日本に行って日本でまあエクスチェンジプログラムだとか そういう日本に行ける機会があれば、それが一番学ぶには早いと思います。ありがとうございました。続いて質問です。はい。あの女性がなかなか社会進出できないっていうのは日本人はみんな知ってて、あの安倍総理もウメの、はい、ウメのミックスと言って一生懸命女性を引き立てようとしますけども、はい、日本はまだまだあの。 リビアさんの話だと30年ぐらい遅れてますよね、ドイツに比べたら。そうですね、そうですね、まず何をしたらいいと思いますメンタリティーを変えなきゃいけないと思います、私、スピーチでも言ったように、古い習慣というか、古い考え方を、はい、その中でも一番大切なのは、私も日本で仕事をしたんですが、休暇が取れないんですよ、日本では全く。<laughs> でやはり仕事を始めてしまうともうプライベートそれこそ子どもやか家族と一緒に過ごす時間がもう全くないんでそういう時間を少しでも増やせば多分女性の方ももっと仕事をしたくなるんではないかなと私は思います男性でもなんか仕事がたくさんあってやらっていう人がいるんですけどね絶対そうだと思います <laughs> <laughs> そうするとこれはあの、はい、女性の問題だけじゃなくて、はい、ではないですねもちろんはい企業の 問題とそれからさっき話の中でありました政府はもっと保育所を作るとか、はい、あの休暇を与えるとか給料を保障するとかそういうことが必要でしょうねやっぱりそうですねそういうのも必要ですしまた本当に企業の考え方も少しは変わらなければいけないと思いますやはりまだ女性だからや雇わないっていう会社も実際あるとは思うんですよね日本,日本は特にそういう面にあったことあります 実際、あの実際私は幸いなことになかったですけど、やはり周りの話を聞くとありましたね、製造業もやはり女性は少ないです、日本,日本の製造業ではなぜですかね、ごめんなさいな,な,なぜでしょうね、やっぱり、<laughs> 製造業は地味とかっていう方も多いので <laughs>、<laughs> <laughs> それもあると思うんですが、やはり。 まあ、私が今いる電装アウトモーティブなんかは、まあ、自動車関係の、まあ、部品を扱っている会社なんですが。やはり、それはもうちょっと男性者、男性の業界だとかというふうには、いわ言われてるんですが。私は正直、とても楽しく仕事をしています。あの、はい、一応、あの、ドイツにあるからですかね、これは。はい。多分、日本、日本にあったら、違うんじゃない。ドイツにあるから。いや。そうそうで電装自身が、そういう、もう、いい会社なんですかね。あの。 日本にある伝送がどうなのかは私はちょっとごめんなさい、景観がないのでわからないですが、ドイツにある伝送はあの割と女性にもオープンで、私も実際営業の仕事を今、あの大村向けの営業の仕事をしているんですが、日本で女性が営業の仕事をすることっていうのは、なかなか聞いたことがありません。はい、ドイツではあるドイツではあります、私がその、一、あの、あのエザンプルです。 はい、例です。あの、あれですか?。伝送のドイツには。はい。日本からの派遣駐在員の女性はいますか?はい。女性はいらっしゃらないです。いらっしゃらない。男性だけです。女性はみんな現地採用です。うん、はい。日本人もいますか?。もちろん、たくさんいます。現地採用の日本人。えーっと、現地採用は私が知ってる限りではいないです。いないですか?。はい。でも、日本でこれから三十年経ったら、もう少し女性の。 差別というか、平等さってのは進みますかね。進まなければいけないと思います。そうですか。はい、まあ、それにはいろんな時間がかかるでしょうけども。はいあの。安倍さんも頑張ってるから。頑張っていただきたいです。ぜひ。<laughs> 期待しましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。